はい、どうも、フィアレスです。どうも、カイノミスです。はい、とうとうね、スニーカーズの方に、ね、はい、出てきましたね。クロットとナイキエアフォースワンですね、はい、ロイヤルブルーのやつ。はい。はい、まあ、すごい人気で、実際にね、店頭販売とかになった時には人もものすごい並んでるという。そうですね。はい。はい、ちゃんと11月の11日でしたね。そうでしたね。はい。リーク通りでしたね。はい。で、まあね、抽選なんかもね、すでに始まっていて、国内なんかで言うと、はい、アトモスも始まってるし、はい、で、まあ、海外なんかで言うと、まあ、エンドとか、BSTN とか、はい、いろいろ始まってるというところですね。はい、僕はもうアトモスの方がもう、申し込みました。はい。僕ちょっと変わり種で今回、はい、まあ、海外他にも申し込みますけど、はい、さっきちょっとノイール本社、ああ、そうですね。この間知った、はい、スペインの、はい、はい。お店ちょっと申し込みました。まあ、ちょっとね、他にも海外のページあるんで、こんな感じでいろいろ出てきて、はい、まあ、これからもまだ出てきたらちょっと出そうかなと思います、ね。そうですね。はい。はい、まあ、申し込みされるときは一応シッピングのとこ見ていただいて、はい、要は日本が対象になっている。日本への発送があるかどうか。一応確認していただいた上で、はい、まあ、ご自身の責任でちょっと。そうですね。さっきヒアリスがノイルホーンズで、まあ、初めてね、受付したんですけど。もうシッピングだけちょっとね、言いましたけど。まあ、一応 DHL で送ってくれるっていうことなんで、はい。でしたね。はい。はい、ノイルホースについてちょっとだけ付け加えたいんですけど、はい、僕、インスタグラム一応、なんですか、フォローしてるんですけど、はい、今回、このクロットを販売するっていうことを、インスタグラムのページに全く投稿してないんですよね。あ、そうです。普通するでしょ。あ、そうですね。エンドとかね、うん、するじゃないですか。24時間できるストーリーズに、ちょっとだけ載せてましたね。うん、あ、普通だったら、そのね、アカウントのページ開いた時に、うん、その投稿が残ってるようにするのに、そういうふうにしないんですよね。なんか全然商売気ないですね。だから気づいてない人もいるんじゃないですかね。あ、もしかしたら、はい、はい。まあね、今後まあいろいろ申し込んでいきますけど、そうですね、まあ、はい、結果の方も、そうですね。はい。まあ11日の方に一応オンラインチャレンジ、はい、僕らでするので、ます、あ、まあ、また結果の方もね、はい、こちら。以前にあった動画でクロットとナイキエアフォースの画像で、はい、オフィシャルのいわゆるスニーカーズとかでは使われないんじゃないかっていう破けた。はいはい、下地がデューのハードワークが出てる画像を紹介したんですけど、使われましたね。意外ですね、なんかね、あんまり使わない。全体ではなかったですけど、確かなんか使われてましたよね。うん、はい、まあ、それがちょっと、使われてんだなっていう、うん、って思ったっていう話なんですけど、はい。はい。今後もね、海外で買える場所って出てくると思うので、はい、コミュニティの方でお伝えしていきますので、気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。声をお願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイノミスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without.